ひなチャンネル。今回はヴィンランドサガシーズン2 17話感想会ね。いや、今回のエピソードは素晴らしかった。原作の話数としてはたったの1話分しかなかったんだけど、すごい深く掘り下げられていたな。1話分だけなの？またペースが落ちてきたのね。ペースの問題じゃないんだよな。原作ファンにはたまらなかった本編だったと思うぞ。まずはトルフィン VS ヘビよな。久々にトルフィンが戦ったよね。2期でまともに戦うのは初めてだよな。以前方向に殴った時は事故みたいなもんだしね。確かに事故みたいなダメージを与えてたわね。一撃で終わらせてたよな。そうじゃなくて、原作では5ページ終わらせた戦いがアニメでは約5分もかけてくれてたな。バトルシーンなのに1ページ1分もかけてたのね。なんかお得感があるわね。そんなんじゃなくてな、原作ではこんな感じで描写されているんだけど、アニメではワンアクションごとに描かれており、ケビさんの剣技がすごいわかりやすく表現されているよな。やっぱりプリンセス・オブ・ペルシャの主人公みたいね。片手で剣を繰り出してるし、動きとしても似てるよな。でもプリンセス・オブ・ペルシャはマイナーだからやめとこうや。ならフェンシングに似てるわよね。そのスポーツの原型は欧州の中世の騎士たちの剣術にあるらしく、19世紀末頃に競技化されたんだよな。あれ、欧州だし中世ってヴィンランドサガに似てるわね。それも含めて解説していくかね。まずはヘビさんがさらっと出したけど、ミクラガルドの戦士って言ってたよな。これでヘビさんの出身が解明されたことになるんだ。まずね、ミクラガルドがわかんないわ。前回の動画で考察のコメントをたくさんいただいて、ビザンツ帝国というキーワードが出てきたんだよ。ごめん、ビザンツ帝国って何？ビザンツ帝国とは東ローマ帝国のことなんだ。なんで名前が違うのよ。正直うちも調べた程度しか知識ないので、ツッコミくらいそうだけど、ローマの伝統を継承していた帝国が7世紀以降はキリスト教化されたギリシャ人の時代になり、ビザンツ帝国という呼称で呼ばれるようになったらしいぞ。なるほどね。だからヘビさんは聖書を読めたんだ。ビザンツ帝国の民はキリスト教徒という認識で間違いなければ、聖書を読めた理由にもつながってくるよな。そいでビザンツ帝国とミクラガルドは一緒なの？当時のビザンツ帝国の国土はイタリア南部からギリシャ、トルコぐらいまで及んでいたらしく、ミクラガルドとは現在のトルコ、イスタンブール付近でビザンツ帝国の首都だったらしいぞ。私ね、地理弱いの。わかりやすく言うと、ビザンツ帝国を関東としたら、ミクラガルドは東京みたいなもんじゃないかな。それならわかるわ。そいでトルフィンは四国の農家で奴隷してるみたいな。そりゃ東京出身の MMO ファイターが四国で強い格闘家に出会ったら驚くよね。なぜこんなとこにこんな強いやつがになるよな。別に四国をバカにしてるわけじゃないのでご了承ください。そいでヘビが言ってたミクラガルドの戦士ってのが、おそらく東ローマ帝国の親衛隊と呼ばれるバラン部隊に所属していたバリアー部ではないかってことだ。このバラン部隊というキーワードも以前の動画のコメントでいただいてたな。考察勢すごいわね。知識力が半端ないわ。マジですごいと思うよ。この人たちのコメントがなかったらここまでたどり着けなかったよ。皆様本当にありがとうございます。感謝の気持ちが遅い。最初にお伝えするべきでしたね。それでさ、バラン部隊やらバリアー部って何なの？そうなるよな。うちもよくわからんかったもん。まずバリアー部とは簡単に言うとスウェーデンのバイキングのことを言ってたらしい。簡単だけどわかったわ。要するにバイキングのことね。おそらくだがそれでいいと思う。そいでバラン部隊とはビザンツ帝国が傭兵として雇っていた親衛隊がそのように呼ばれていたみたいだな。これはバリアーグやバリアーギともバリアギなど呼ばれていたみたいだぞ。要するにヘビさんはビザンツ帝国出身だから聖書を読めて、そこの強い軍隊に所属してたから強いってことよね。すごいわかりやすいまとめありがとう。原作ではヘビさんの出身は明かされてなかったので、ヘビさんファンにはたまらなかったろうな。渋おじだから人気ありそうだもんね。ちなみにミクラガルドというのは原作では今後のエピソードに少しだけ登場するぞ。遠い国じゃないの？当時は飛行機や電車がないからすごく時間がかかる距離だよな。ただな、これ以上は今後のネタバレになるので詳細は控えとくわ。気になること言うなら半端に言うなよ。結局ヘビさんはビザンツ帝国のバラン部隊で何かやらかして名前を捨ててここまで逃げてきたと考えられるよな。何をやらかしたのかも気になるわね。今後のエピソードで明かされるかもしれんよな。そんなわけでヘビさんの出身に関する解説はここまでになるな。専門的な知識は全くないため、間違いや補足があればコメントいただけると幸いです。ツッコミがたくさん来そうね。怖いからやめて。次の見どころシーンがガルザルの最後で、
すごいアニオリが入ってたんだよね。出たわね、アニオリ要素。確かにかわいそうな最後だったわね。かわいそうだったけど、それだけじゃないんだよな。ガルザルの過去がアニオリで表現されていたんだ。あれ、過去ってあったよね。鉄を取りに行くために戦争に行ったのよね。そこも話したいんだけど、まずはヒャルキが生まれたとこだよな。生まれたばかりの子供を思い出し、そして名前をつけていたよな。ここは原作に描かれておらず、ガルザルが最高に幸せだった瞬間が表現されているんだ。顔がすごい幸せそうだもんね。ヒャルキの赤ちゃんもリアルだよね。赤ちゃんの作がすごいよな。でもな、子供が幸せになるため自分自身が戦っていくと誓ってもいるんだよな。なんとも皮肉な話よね。この後に流れるガルザルの後悔、ここも完全アニオリなんだよな。雪村先生のつぶやきを紹介させてもらうな。ベタなストーカー、相変わらず変態よね。単なるツイッターの紹介じゃい。簡単に引用させていただきますが、あの時もう少し頑張っていれば、こっちを選んでいれば、後悔なく生きるってすっごく難しいと思う。どんな人でも後悔は絶対あるよね。そう思うぞ。もう少し引用するが、ガルザルは後悔の塊、爆発的な後悔エネルギーの塊、後悔が力になって生きる人、このように言ってるな。そうだよね。奥さんと子供を奪われた怒りでこんなに頑張れたんだよね。決して幸せな結末ではなかったけどな。そしてガルザルが亡くなる直前のシーンよ。ここもアニオリですごく良かったんだよ。大きくなったヒャルキと再会し、最後の最後で幸せな気持ちのまま力尽きることができたんだよな。泣かせに来てたよね。素直に泣いてくれ。そしてアルネイズさんの一言、おかえりなさいガルザル。ここも原作には描かれてなく、あの別れた時から長い時間をかけ、亡くなってからようやくあの頃のガルザルが戻ってきたんだよ。サブタイはイエジなんだけど、まさにふさわしい回だったと思うぞ。きっと制作陣はガルザルを成仏させてあげたかったのね。ここも雪村先生のツイッターを引用するけど、アニメ制作陣の皆さんがガルザルの気持ちを熱く作り直してくださいましたね。おかげでガルザルの魂も原作より浮かばれると思います。個人的な感想になるが、原作は悲しいだけの終わり方だったけど、アニメはガルザルにとって報われた最後に見えたよな。今回のアニメは本当にすごく良かったよ。 A パートは激しいバトルシーンが多く、 B パートは静かだけど感動できてすごいメリハリのあるエピソードだったな。説明されて初めてそんなに違うんだって分かったわ。アニメの作り込みも本当にすごかったので。ちなみに雪村先生もおかえりなさいで泣いたらしい。原作で書かなかったことに後悔しているみたいだな。先生、あなたが原作者なのよ。でもさ、アルネイズさんは息子と夫まで失って、客人に囲まれて最悪の状態で終わったよね。アルネイズさんの運命は2期ではっきりするし、次週以降のエピソードで見てくださいな。そんなわけでガルザル編のエピソードは終わり、次週はアルネイズさんへの罰が執行される。そして皆さんも忘れていた、大きな嵐が農場へやってくるとこまで進みそうだな。いやいや、みんな忘れていないわよ。むしろ待ち望んでいたでしょう。最終回まであと7話はあるわよ。そんなツッコミは無視しておきますが、忘れてたのはあんただろうわ。今回が最終回っぽくて、クヌートの存在なんか忘れるでしょう。はよ締めくくりなさい。あいよ。そんな大きな嵐は農場へどのような影響を与えるのか、今回のようにアニオリ要素が入り、より一層原作エピソードを掘り下げてくれるのか、本当に楽しみです。まとめをつ。それでは本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも良かったと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくね。